森岡正澄森岡正澄から1898年3月27日は、幕末の薩摩藩士、明治期の官僚、政治家、実業家、兵庫県令、貴族院直選議員、男爵、旧名、正左衛門、薩摩国鹿児島郡鹿児島城下、日の口通りで薩摩藩士の家に生まれる、文久2年4月23日、寺田において、 島津久光の命を受け、薩摩半村のお派を陳部した。明治政府に出資し、明治4年8月27日長崎県大三事に就任。その後、道県三事鹿間県三事道県令県後等藩寺などを歴任。1876年8月21日、鹿間県が廃止され廃館。同年9月9日、兵庫県御礼となり、 1878年5月29日、県令に昇格。地疎改正の推進、見解の解説準備などに尽力。学校教師、生徒の新聞購読を禁じ、政治団体の演説会への弾圧、新聞記者の検庁者への立ち入りを禁止するなど、政党活動を抑圧した。1885年4月7日、農商無商有に転じたが同日に被職。 1888年4月6日に、非職満期となり退官した。1885年4月9日、共同運輸会社社長に就任。同年9月29日、同社が郵便機船、三菱会社と合併して、日本郵船会社が設立すると、初代社長に就任。同社の経営改善に尽力。1894年3月、 新定官の制定を契機に社長を退き、取締役となる。1890年9月29日、貴族院直選議員に任じられ、死去するまで在任した。臨終に再始その勲行により、男尺を除釈した。林小平商店家徳と爵位は、養子の森岡美子が引き継いだ。彦の妻、留めは、株式仲買人、林小平の次女。林小平は、 大阪の藤田達造の三卵に生まれ、鉄地暴行の後株ブ町に移って、株中街の林商店に入り、働きぶりが認められて、養子となり、林小平を襲名、株式会の秘将軍と呼ばれ、巨否を築いた。柴田通信は、彦とと愛子。男爵は、彦の長男、森岡金一が継いだ。ありがとうございます。